カンタ、ここで何をしておる？家族はどうした？無事に生きております。菰田の戦の顛末を聞いて、お言いつけ通り近江村を出てここへ来たのです。しかしあの僧が入れてくれんのか。さようです。俺と叔父上はその昔にここで面倒を起こしたことがあった。だが力になろう。恐れながら期待しております。皆村から逃げられたようで安心したぞ。あれから村へは？猛虎に焼かれてしまったのでしょうか。猛虎が来て以来村へは戻れておらんのだ。さようで。焼かれていたとしても皆が無事なのは救いですね。家族のもとへ行け。そうと話してみよう。酒井様、本当にかたじけなく存じます。皆さんどうか北門へお移りください。思い違いかと、まさか梶原がさようなことを。お主の目は節穴ということだね。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。奴も犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純子、無事で何よりだ。酒井様もご送見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純子、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、政子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉にはガンとして耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと。責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったがいかんせん君近であった。多めに見てやったものの陰では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。外道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。いやっ、この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。そちらの精鋭を出せ。一家は小屋におりやもしれません。刃が血に濡れておる。もうこの兵具ではなさそうだな。猟の道具です。梶原の妻子にそういないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原のムクロはどこだ。真新しい布。布ではない、絹だ。一介の漁師が買える品ではないぞ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。よくもぬけぬけと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。貞雄を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。豊玉に用が残っておる。また手を貸してくれ。助太刀感謝するぞ。